L の部屋へようこそーこの番組はネットビジネス歴18年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいそれではですねお便りいただいておりますのでご紹介していきたいと思いますニックネーム「パトラッシュがハワイに行ってたね」フランダースの犬ださんですね めちゃめちゃ多分一番長いですね。今までのニックネーム。パトラッシュがハワイに行ってたね。フランダースの犬田さんです。ありがとうございます <laughs>、はい。結構ね、長文でいただいてるんですけれども、ちょっと読み上げていきましょう。 えー、吉谷さんいつも動画を拝見しております吉谷さんの動画はほぼ編集もされていないので一見ダラダラした感じに見えますが話されている内容はすごく考えられていると思います即興でやられていらっしゃるということなんですが吉谷さんは裏方でメルマガやステップメールライティングものすごい量をやってこられたと思いますので自然に頭の中で組み立てられるんだろうと思います書けば当然話すこともできますから特に、えー 特に優秀なのは例え話です吉谷さんの話を多くの吉谷さんの話の話多くの部分を占めていますよねとそれも一つではなくいくつかの例えを出されています吉谷さんの話の分かりやすさはそこなんだろうと思います高いところから専門用語をバリバリでこちらは口を開けてすげーとすげーと言葉の意味はからないがなんかすげな人だなみたいな感じではなく 本本も二もこちらに降りてきてきくれる吉田吉谷さんのライティングページ PDF だったり Web ページだったりしますがどれも今まで見,な見たものとは違いますもちろん様式は同じだろうとは思うのですが似てる日に日なるものを感じてしまうんですよねと前置きが長くなってしまいましたが吉田さんはどのようにしてライティングを学ばれたのでしょうか、えー、もちろんたくさん書く、えー、実践するのは大前提 としてですやりもせずインプットだけやってても書けるわけではないそれはたくさんの吉谷さんの動画でも語られているところです私はエッ,セイエッセイ風の文章なら意外とすらすら書けてしまうのですが物を売るためというかセールスのうまい言い方が見つかりませんコンテンツビジネスをやる上での文章と申しましょうか何か考え考え込んで書けなくなってしまうのです ニックネームからも分かるように妙に受けを狙ってしまったりなんかちぐはぐなことをしてしまいます自分の友人に手紙を書くような感じでなどとも言われますのでそのつもりで書いているのですがほうがほうーにいつの間にかすり替わっています車の運転で実地と学科の えー、両方どちらかけても成り立ちません学科という意味で吉谷さんはどのように勉強されたのか参考にされた書籍なども教えていただければありがたいですあとは考え方です正直ある政治正直である誠実であることは大切だと思うのですがただバカ正直であれ,ば言うあればいいというわけではないと思うんです例えば薬があったとしますその薬はとてもよく効く薬なのですが薬には当然副作用もある その副作用をクローズアップしてしまえば、この薬は副作用がありまして、二人ほど死んじゃったんですよね。なんていうのを前面に出したら売れないですよね。そんなのはよく効く薬であることを伝えた後にちょこっとさらっと流す程度でしょう。そんな馬鹿いねえだろう。でもそれをやっていや、それをやっちゃうんですよね。私は役者バカとバカ役者は違う。ここ、うまいんじゃないですか。役者バカとバカ役者は違う。 正直とバカ正直は違う自分が商売するのにこの商品はこんなところがまずくてよくくれまくるんですよなんてさすがにストレートに言うバカはいないと思いますがでも似たようなことをやってしまう小バ,小小バカちゃんはい、いるんですよねとそれが私です良いところも悪いところもこちらの不都合な部分 であっても伝えなければいけないことは伝えなければいけないと思います。ただ、伝え方ですよね。と。そんなタイトルの本もありましたが、そのところを吉谷さん流のうまい例え話でご教授いただきたいです。よろしくお願いします。と。いや、なんか言われると例えられないですね。<laughs> <laughs> 言われると例えられないななんかいや、要は本当に僕はあの、もうそ潜在意識というかね、もうすり込まれてるので、なんかその、じゃあそういうふうに言ってくださいって言われると、逆に言,われなく言えなくなるっていうか、これもね、多分ね、あの、すみません、あの多分マジっすかってなると思うんですけど、僕、自分でカメラ回して喋る分にはいいんですよ。なんだけど、人にカメラ回してもらって、じゃあゃってくださいって、 これね、めちゃくちゃ喋れないですよ。不思議ですよね。同じカメラ回してるだけなんですけど、自分でやる分にはいいんですけど、なんか人に、人がカメラマンとしていて、はい、どうぞ喋ってくださいは、これね、僕ね、喋れないんですよね。なんか不思議なんですけど。だから、例えてくださいと言われると例えられないです。すいません。<laughs> まあ、そのうちすいません。もうちょっに入ったら例え話が出てくるかもしれないですけども。 まあ、すみません、僕の事例でお伝えすると、こうシンプルにですよ、まず、この例え話に関してはあの、点がないだけなんですよ、ひとまず、ひとまず。要は 例え話の事例を持っていないっていうレパートリーなんか芸人さんにねなんかそのセンスがある芸人さんとかだったらね即興で何か新しい芸を作ってくださいってその場で行ってその場で芸を披露できる芸人さんもいらっしゃるかもしれないですけども大抵はやっぱネタを考えて練習して舞台に臨むわけじゃないですかほとんどの芸人さんもねうんでそう 松本とさんの滑らない話とかもあるじゃないですかあれも結局レパートリーを持ってるんですよ。で河本さんだった誰か誰だ,だかちょっと忘れましたけどなんかその番組に出るためにそのその刺された時にネタをねもうちっちゃい紙に書いてきて「すみませんちょっと紙読んでみていいですか?」みたいな <laughs> まあそういう人もいたんですけど。なんかその ネタがあって、しかもその番組に出るんだったらネタをもうすでに事前に用意していくっていうのがこれもうベターだと思うんですよ。普通に。うん。じゃあ、例え話ができないっていうことは、例え話を知らないってことですよね。ネタがないってことじゃないですか。で、世の中に例え話っていっぱいあるわけなんですよ。で、僕もそういうのを勉強してきたし、あ、この例え話うまいなとかね。あ、そうやって説明するといいんだなとかね。あ、そうやって説明受けたらめちゃめちゃ、腑に落ちた。 っていう、要は自分、例えばね、僕の話でね、僕の話を聞,聞けば聞くほど、あ、確かに吉谷さんの言う通りだな、なるほど、じゃあ、それを、はい、聞いてよかった、はい、聞いて、えー、いい話聞いたな、で終わるのか、もしくは、あ、こういう伝え方をすると伝わるんだなっていう、あ、じゃあ、それを使おうって話ですよね。だそれを僕は繰り返してきてるだけなんですよ。わかりますただ、一視聴者ではなく、あ、 こうやって伝えるとうまいな、みたいな。例えば、うん、例えば出てきたな。例えば僕、キングコング西野さんの話とかもよく聞くんですけど、キングコング西野さんの例え話もめちゃくちゃうまいんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。で、そう、キングコング西野さんのライブでね、こんなこと言ってて、まあこれもうまい、まあ一本みたいなね、なんかすげえうまいな、そのする、 華麗なスルーパスしたなっていうのがあって、どういう話かっていうと、そのキングコング西野さんも例え話がめちゃめちゃうまくて、で、ライブ放送でね、同じような質問が来たんですよ。なんでキングコング西野さんって、そんなに例え話うまいんですが、あの話がうまいんですかって、ね、ライブ放送でその質問が来たんですよ。で、キングコング西野さんはなんて答えたと思いますこれね、僕ね、ま、マジですげえ、あのスルーパスだなと思ったんですよ。 うまいなと思ったんですけど、いや、バカだからですよと、バカだから、バカがわかるように説明、僕自身がバカだから、バカでもわかるように話さないと、僕も理解できないみたいな話をするわけですよ。なんかもう、僕はそれを聞いて、なんかう,うまいなと思いましたね。 なんかそこでね、そこで論理的にああだこうだ、そこで言わないわけですよ。いや、僕、バカですよ、みたいな。いや、バカだから、いや、バカだから、まあしょ、そういう話し方になっちゃうんじゃないですかね、みたいな。バカでもわかる、自分がバカだから、バカでもわかるような話し方をしてるんじゃないですかね、みたいな。来た、みたいなね。 キラーパスだみたいな。で、そこでね、ロジカルシンキングね、いや、こうやってこうやってこういうふうに伝えて、こういうふうにこういうふうに伝えてっていうふうにやると、なんかいい話は聞いたかもしれないですけど、なんかこう、なんかその入らないというか、うん、なんかすげえ分かりやすくないですか。いや、自分バカなんですよねえ、西野さんバカ自分で言うのかみたいな。だから僕も、自分バカなんですよってめちゃめちゃ使うんですけど。<laughs> うん。だからまあ、そういうその、どう伝えるか どう伝えるか、そのためにはどう聞くかですね。どう受け取ってるのかって話ですね。様々な世の中にある名言とか格言もいっぱいあるじゃないですか、もう。どうすか名言、格言、格言めちゃめちゃあるし、しかもその名言、格言って、その集大成の人たち、いろんな経験を積んできた人たちが一言に集約している言葉ってめっちゃあるわけですよ。で、これすごいことなんですよね。 ね、でそれを僕たちは今ネットが出ているんで、いくらでも無料で見れるわけですよ。何かを伝える上で、言葉に集約してまとめてるんですよ、名言、格言とかねうん。だからそういうものを、自分がそういう事例とか、その例え話の事例をいっぱい持っとくってことですね。だから僕も今お話ししたネタっていうのは、キングコング西野さんのライブのその一節を聞いていなかったらお話しできないわけじゃないですか。ね 聞いてないのに、知らないのに、今の話はできないですよね。でも僕はそういう受け取り方をしたんで、記憶の点がつ入ってるんですよ。そういう受け取り方をしたから記憶に点がつくんですよ。でもみんな点つかないですよ。そういう受け取り方してないんで。いい話聞いたな。で終わるんで。うん。だいっぱい点を持つ、いっぱいネタを持っおくってことがまず大前提です。事例だったり、例え話、いろんなパターンを、まず点を、そのいろんな話はもう答えはあるんで。 世の中いいっぱいあるわけじゃな,いですかなんで、それをまず、どう受け取って点として置,く置,くの置けるか置けないかですね。でじゃあ、その点があります、ネタがありますってなった場合、今度、じゃあ、それを自分の言葉で伝えていく必要性があるじゃないですか、話の中でね。で、その時に魔法の言葉なんですよ。で、その魔法の言葉が何かっていうと、例えばですねっていうことを意識的に言うってことです。で、例えばですねってなった時に、もう、もう秒で頭の中でね、 昔の,そのネタとか点を秒でつないでいくんですよ。で、最初は秒でつながらないんですよ。ね。ちょっと例えばですね、えーと、うんと、そうですね、例えばみたいな感じなんですよ、最初はね、最初は <laughs>。でもその、例えばって言ってる、その数秒の中で、うーんと、えーとって言ってる中で、この点をこう引っ張っていくんですよ。で、それのトレーニングですね。まずネタ、点を作る。そして、例えばっていう魔法のフレームで、その点を引っ張ってくる。そして、伝える。で、これを繰り返していく。 もしくは文章に書いていくこれを繰り返していくことによって、えー、うまく伝わつ、うん、ででそれをうまく伝えてるか伝えてないか、まあ、ビジネスで言うならばじゃその例え話を使ってクリックが上がったのかもしくは売上が上がったのかっていうデータを見てあこれはじゃあうまく入ったんだなとかねだか僕だったら例えば <laughs> 僕だったらですよいろんな動画あるんですけど吉谷さん 吉谷さんのあの動画のあのセリフめっちゃ良かったです確かにっていうお客さんのフィードバックがあったりするわけですよあということはこの例え話良かったんだなとかねあこの話良かったんだなっていうまたその自分が話した伝えたことによってお客さんが行動した動いた感情が動いたっていうフィードバックがあるじゃあ一つこれは OK なんだなこれ使えるなっていうのを置いてでそれをなんか繰り返してくださいフィードバックをねただその点と点をつなげればいいかっていう話じゃないじゃないですか 点と点をつないで僕たちの目的っていうのは売り上げを作っていかないといけない。商品を売っていかないといけないっていうところがありますので、じゃあその点と点を秒で繋いでお客さんに伝えました。で、伝えてそこで反応があったのかないのか、ね、響いたのか響いてないのかっていうところを見て、で、そこをいかあの生かすか殺すか、殺しはしなくてもいいと思うんですけど、まあそれ,それで精度を上げていくっていうことを繰り返していくってことですね。うんだまあ本当にシンプルに、 ネタですよネタがないのにネタを作れる人っていうのはまあ天才はいけると思いますねそう天才が <laughs> でもその天才も何すか多分ネタはあると思うんですけどね何かしらのうんだ無全くの無から U を作るっていうのはもうほんと難しいと思いますよ僕はすいません僕の考え方としては全くの無から U は 作ることとは不可能だと思いますただそこの無の中に0.1でも0.2でもあればそれを拡張させることはできるんですよ。でその拡張させるスキルっていうのは人それぞれ変わると思いますし、まあ、経験値だったりとかあるんですけどやっぱりまあゼロにね例えば <laughs> ゼロにねゼロかけてもやっぱゼロじゃないですか。うん てますね0に0かけても0ですよねでこれも誰もが知ってるわけじゃないですかで今の話の中にその0かけても0ですよねと0足しても0ですよねっていうそれを入れられるか入れられないかですよね今の話の中でそれを引っ張ってきてでも0かける0っていうのは誰でも知ってるわけじゃないですかでも誰でも知ってるんだけどその話の中に今の話してるこのここに入れられるかどうかなんですよねでもそれはねやっていかないと無理ですよね <laughs> うん、最初からはやっぱできないですから、うん、だからステップ1としてはまずいろんなネタはそこら辺に落ちている格言名言もあるいろんな事例も落ちているであのいろんないい話もありますじゃあその答え的なものをどう受け取って自分に生かしているのか点として自分の脳の中に組み込んでいるのかっていうところですねでステップ2でその受け取り方 押して点を作ったんだったら2で自分が伝えるときに例えばって言ってその点を引っ張ってくる。うん。引っ張ってきてそれを伝える。でも最初はなかなかその点を引っ張ってこれないんですよ。一瞬で。だから例えば、うんと、ちょ,ちょっと待ってくださいね。うん、うん、あそういけばみたいなね。例えばがそういけばになるとかね。例えばが、あそういけばこの前こんなことありましたねとかね。 例えばだったんだけど、この前こんなことあったねみたいになるとかね <laughs>。まあ、それでなんか、なんとしてでも引っ張ってくるんですよ。無理やりでも、最初は。本当これ超大事だいてか、これですよ、本当に。最初は無理やり引っ張ってくるんですよ。で、話の中に組み込んでいく。で、ステップ3で、じゃあ、相手にちゃんとそれがわかりやすく伝わったのか、クリックされたのか、コンバージョンされたのか、それを見て、精度を高めていくって話ですね。うん。 だこのステップ1,2,3をやっていただくといいんじゃないかなと思いますね。うん。あとは、まあ、本はね、いっぱいありすぎるので、すいません。あの、いっぱいありすぎてわかんないですね。<laughs> うん。だ僕があと、まあ、よくやってたのが、あの、よくやってたのが、昔よくやってたのが、まあ、ライティングやってたときは、 まあもちろん本もね、よ、だから神田正則さんとかベターですけどね、神田正則さんとか、あと僕はまあダイレクト出版なんか勉強したんですけど、だからまあ、うーん、まあ多く勉強したなっていうのは、まあ、 ダイレクト出版さん、まあ当時、まあ今はちょっとやってないとは思うんですけど、まあ、まあ今もうね、ダイレクト出版年賞100億超えたと思うんですけど、すげえ大きい会社になったんですよ。で、昔はダイレクト出版さん立ち上げた小川さんがメインでね、メルマガの書き方とか、えー、セールスレターの書き方っていうのを合宿をね、やってたんですよ。で、それに参加したりとかして勉強してたんですけど、まああとはベターな神田正則さんですね。うん。まああとはその、なんすか、その、 もうすでに結果が出てる人なんですね。まあ、ネットビジネス界で結果が出てる人はどういうふうな文章を書いてるのかっていうのを、えー、そのリサーチ用のメールアドレスを作って、リサーチ用のメールアドレスを作って、有名な人のフォルダを全部作って、2、30個作ってですよ。で、その有名な人がメールマガ配信されたそのボックスに振り分けられるようにして、それを毎日チェックするみたいなのをやってましたね。どういうふうに文章書いてるのかっていう。だからもう結果が出ている その売っている、じゃあ、その売っている人たちはどういうふうに文章を書いているのかっていうのを常に見ていました、だからそのネタ探しですよね、どういうふうに書いているのかっていう、それもネタを、その点、だからそれも受け取り方じゃないですか、多くの稼げない人っていうのは、無料プレゼントがもらえます、なんか自分にお得な情報があるんじゃないかなって言って、メルマガを見てるわけじゃないですか、で僕の場合は書き方を見てたんで、わかります、全く見方が違いますね、多くの人はなんかもらえるんじゃないかなとか。 なんか稼げる方法が来るんじゃないかなとか、あ、いい話聞いたなとかね、あ、いいな、この人はとかね。僕はそういうものじゃないですよね。<laughs> もうあの、そういう受け取り方で、そのじ事例とか書き方をこう勉強していくって話なんで。うん。だからもう僕は、結果が出,出してる人が全てだと思ってるんで、ビジネスにおいてはね。売れている,も売れている商品。 売れている商品が全て。世の中の市場で売れている商品、世の中にの人々が支持している。じゃあ、その支持している理由は何なのか、何なのか、支持されるようにどういうマーケティングを組んでいったのか、キャッチコピーどういうふうにしていったのか、どういうふうに広めていったのか、どういう手法を使っていったのかっていう、それを、まあ、その成功の足跡をたどっていく感じですね。どういうコンセプトだったのか、どういうコンセプトで打ち出したのか、どういうふうなキャッチコピーだったのか。 どういうふうに、まあ、人々を巻き込んでいったのか。大衆が、じゃあ、なんで大衆は巻き込まれたのかとかね。うん。まあ、そんな感じで常に分析して考えるようにはしてますけどね。うん。ほ本当答えはあるんだけど、その答えをどう受け取って点にしてつなげて、自分のものにしているかっていうとこなんですよ。うん。だから、まあ、ここでね、あの、 トラッシュハワイに行ってたねフランダースの犬田さんが <laughs>、まあ、自分の問題点としてその自分はその商品を売るときになかなかそのうまく伝えられないみたいなお悩みがあるわけじゃないですかでそれって簡単でその売れる方法を売れる文章を売ってる人の文章をたくさん見てないネタがないって話なんですよでそういうものの見方で情報を取ってないしでその情報を取った後今度は自分で使ってないですよね要は ここが非常に大事で、情報だったり答えっていうのはあるんだけど、それを自分の経験にしたかどうかっていうのが、これがすごく大事で、もちろんその取り方も大事なんですよ。なんだけども、自分の経験に変えたのかって話ですね。で、僕は常にこの、ラッキーだったのがね、ラッキーだったのが、 当時、カスタマーサポートから入って、まあ、今度、メルマガの勉強だったりとか、そういう合宿に参加したりとか、まあ、いろんな教材勉強するようになって、じゃあ今度、ね、カスタマーサポートだけど、じゃあちょっとメルマガ書いてみようみたいになったわけですよね。でもう、もういきなり本番なんですよ、ね。僕がラッキーだったのはね。 だから、もうクリ、リストはなかったけど、会社にまあリストはあるわけじゃないですか。で、じゃあ、自分が書いた文章に対してどれぐらいのクリック率があったのかっていうのは、毎日見れるわけですよね。だから僕が他の人と違ったのは、最初からもう、反応が見れたっていうね。で、そこは大きかったですよね。だから、どういう点と点をつないで、どういうふうに伝えると、どういう反応があるのかっていうのを常に見れた。 うん、でも最初の段階ってお客さんの顧客リストがないので自分が伝えたことに対してどういうフィードバックがあるのかっていうのは分かんないんですよ。だからここが厄介なんですよね。うん。でもこ、この状態でやるためには一つ方法があってもうすでに例えばですよ、YouTube で僕,僕も未だに見てますけども YouTube だったら多くの人は YouTube のコンテンツを見るじゃないですか。じゃなくて僕はコメントを見るんですよ。要はは視聴者は この動画のどこに反応してどうやってコメントしてるのかっていうね、そこを見るんですよね。で、顧客リストがないんであるならば、あのー、 もうすでに顧客リストを持っている、まあ、YouTube で言うならば、トラフィックを持っている動画ってあるわけじゃないですか、世の中にね、トラフィックを持っている動画あります、自分は今から YouTube 始めました、トラフィックありません、でも世の中にはトラフィックがある動画いっぱいあります、じゃあそのトラフィックに対して、人々はどういう反応をしているのか、そのコンテンツのどこの部位に反応したのかっていうところは、自分がアクセスを持ってなくても、ある一定はリサーチできるわけじゃないですか。 うん、だからそういうものの見方でリサーチして、じゃあこの動画のネタのここに反応してるわけだから、このネタをもうちょっと拡張してみたら面白いんじゃないかみたいな話ですよね。だってもうお客さんが反応してるわけじゃないですか。30分の動画の中でここのポイントに反応しました。じゃあそこのポイントを膨らませばいいわけですよね。そうすると面白くなったりするわけじゃないですか。でもこれもまあものの見方なんですけどもで、あとプラスそれをどう実践していくかって話ですね。 ただまあ、現状として顧客リストがない場合は、すでに顧客リストが集まっていて、そこでどういう反応をしているのか。自分と同じジャンル、自分と同じジャン、自分の商品と同じジャンルの人あ、自分の商品と同じような商品を販売していて、で、すでにもう反応を取れてると。うそう、いるわけですから。そこを見ればいいわけです。でも、一般の初心者の人はそこを見ないんですよね。 何を見てるかっていうと、動画を見てるんですよ。動画の話を聞いてるんですよ。だ見てるとこは僕は違うんで。まあもちろん動画の内容も聞いたりしますよ、もちろんね。なんだけども、他にも見てるとこあるよっていう。だから本屋もそうなんですよ。だからこれもある、ある時期で変わったんですよね。本屋行くときも。多くの人は、いい本、自分にいい本ないかなとか、ためになる本ないかなっつっていろんな本を探すわけじゃないですか。僕なんかは、 本の表紙見て、あ、こうやってパッケージングしてるんだ。こうや、こういうパッケージング、こういうコピーは売れるんだっていうところで、もはや本の中身見ないで、本、本屋をザーって再開して、本のコンセプト、タイトルを見る。それだけでもうめちゃめちゃ吸収できるんですよ。で、今売れている本はどういうコンセプトなのか、今売れている本のキャッチコピーはどうなのかっていう。だから昔ね、僕ね、これ、なんかセミナーで言ったことあるんですけど、なんですかね、体験を売れみたいな本だったかな。 な本屋でね、体験を売れみたいな、あの商品は売るな、体験を売れみたいな、なんかそういう、なんか本のタイトルがあったんですよ。で、僕はその本の中身を見てな、見ず、あ、面白いなと。で、そこで考えるわけですよ。商品を売らずして体験を売るんだったら、どういうサービス、商品が売れるかなって考えたんですよね。じゃあ自分の、じゃあビジネスで落とし込んで、あ、そうだ。 ウェブセミナーを有料で売ってみたらどうかっていう。ウェブセミナーって、まあ一応タイウェブでも体験できるじゃないですか、リアルタイムでね。で、当時、まあすげえ古い話ですけども、昔、あの、ユーストリームを使っていろいろなライブ配信を無料でやるってことはやってたんですよ。ユーストリームを活用して無料でライブをやるっていうことは結構やってたんですよ。ただ、有料のライブ放送、ライブセミナーっていうのは売ったことがなくて。で、その本がきっかけで、じゃあ、まあウェブセミナーも体験だよなぁと思って、その、 その本のインスピレ、タイトルのインスピレーションから実際に自分で形にしてウェブセミナーを有料で売ったんですよ。売れました。これ多分80万ぐらいになったんですよね。多分1万、1万4800円ぐらいで売ったんですよ。うんで、まあ80万ぐらいになったと思うんですよね。で、でもそれ僕本読んでないですよ。本読んでない <laughs>。本読んでないっすよね <laughs>。本のタイトル見て、 自分だったらどこ、どういうことできるかなっていう。じゃあ自分が今やってることにこう紐付けて点に、点は、あの、ユーストリームっていうものがあります。点ですよね。で、それのユーストリームっていうのも知らなかったらその点はないだろうし。うん。結構ね、僕は良かったなと思いましたねそのウェブセミナー有料で売る。まあ今はすいません。もう何十年前の話ですよ。今は正直、例えば、例えば出たな。あの、この僕都市伝説好きなんですよ。で、都市伝説好きで、 あのうとやりすぎ都市伝説の,あのいるじゃないですかうん。信じるか信じないか、あなた次第、関さんでさ、その関さんがなんとね、今年かな、あ,のあれですよ、えー、武道館でやったんですよ、武道館ですげえなみたいな、武道館でやれるんだ、都市伝説みたいな。<laughs> ででその武道館でやるにあたって 関さんは、まあそのまあ、参加のチケットも売ってたし、そのライブでも参加できますっていうライブチケットですよね。要は、そのストリーミングですよね。ライブ放送を流すみたいな。で、そのチケットを3000円ぐらいで売ってたんですよね。3500円だったかな。でこれって もうぶっちゃけ言うと、その武道館もすごいですけど、武道館のキャパシティって決まってるじゃないですか、じゃあ100万人収容はできないですよね、でもそのライブチケット3500円安いかもしれないけども、これ、無限に売れるんですよね、無限に <laughs>、めちゃくちゃ無限に売れますよね、100万、まあ、その回線どういうふうにライブ配信したのかちょっと分かんないですけど。 多分まあ YouTube のねライブ配信とかに関しても結構もう何百万人同時接続でも多分耐えられると思うんですよね。すごいじゃないですか、今って。で、だからまあ。 いいっすよね。だから今は、僕は何十年前にそれやりましたけど、今はなんか普通にまあそのライブ配信のチケットを売る、その体験ですよ、行けないけど、ライブで体験するみたいな、すみません、た確か、小田和正さんかな、小田和正さん知ってると思うんですけど、小田和正さん昔コロナなんか出た時にそに、ライブでチケットを売りますみたいな、要はその観客を集められないから、ライブであのベストの,なんかその歌ってそれライブほ、それを売ったりとかしてたような気がしますね。 時代が変わったなとは思いますけど。うん。はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、大丈夫ですかねまあ、あのー、大丈夫じゃないとは思いますけど。<laughs> いや、でもね、寝たないと無理ですよ。うん。で、あとはもう本当にそれを自分の経験にするっていうことが大事です。で、僕の話が、何ですかね。 人よりちょっと二味、うん、三味、三味ちょっと違うんであるならば、何がやっぱ違うのかっていうとそ、それを、それを実践してきた経験値が違うんですよ、多分。多くの人は学んで経験にしてないんですよね。今の僕のやり方、ハウツー、ちょっと話したと思うんですけど、それを学んで入れたとしても、それを実践にして自分の体験にしないので。うん。だからいい、じゃ例えば <laughs>、例えばさっきの商品ですよね。 あの商品は売るな、体験を売れみたいなキャッチコピーがあったわけですよ。じゃあ、今の話にそ,のそ,のそれをかけるんだったら、うん勉強はするな、体験しろみたいなね。まあ、勉強はした方がいいな、<laughs> 勉強はした方がいいな。<laughs> まあそ,うそうやってなんかその紐づけていく、ちょっとか自分だったらこうするなとかね。か商品は売るな、体験を売れ。 うん、でも、勉強はするなの方がキャッチは高いですよね。だって、ね、結構勉強しましょう。知識、まあ僕もね、知識入れましょうみたいなことを話すので、え、勉強はするなってどういうことですかみたいな。うん、体験しろ、みたいな。あ、そうそうそう。なんかね、ショート動画でね、GACKT さんがね、GACKT さんが、まあこれも <laughs>、僕がネタ見てるから言えるんですよ。GACKT さんが、こんなショート動画が回ってたんですけど、なんかあの、苦労は金出しても買えみたいなね。苦労は金出しても買えみたいな。 だ苦労っていう体験ですよね。うん。それは金出してでも買えと。苦労は、だからその体験より苦労の方が強いですよね。だから苦労は金出してでも買えっていう。だ一般的な常識とはちょっとこう、パンチあるじゃないですか。みんな苦労したくないと思ってるんで。で、苦労したくないと思ってるのに苦労を金で買えって、ガクトさん、どういうことですかみたいなね。<laughs> そう。だからこれも僕も色々、色々見て、それをストックしてるんですよ。点を。 で、今の GACKT さんの話も僕は見てなかったら話せないし、知らなきゃ話せないし、でも頭の中に点を置いてるので、その点を今の話の中にこう、組み込んでいくってことができるわけですよ。うん。はい。こんな感じっすかね、まあ。なかなか、あの、いっぱい書いていただきましたけど、大丈夫じゃないと思うんで、大丈夫なように頑張ってください。<laughs> 結構ね、大変ですけどね。でも、 大変じゃあ、な,なぜね、ワッツ、この大変なことを僕をやろう、大変なことでもやりきれたのかって、みんなやりきれないじゃないですか。ね。みんなやりきれないんですよ。大変なことって。で、じゃあなんで僕大変なことをやりきれたのかっていうと、メンタルが強かったのかとか、精神が強かったのかっていうわけではなく、もう圧倒的な、明確な答えがあるんですよ。明確な答えです。これもたまによく言ったりとかするんですけど、お金を稼ぐ上でですよ。 お金を稼ぐ上でもう2つしかないって僕は、僕はですよ、これを聞いてる方はちょっと違うあれかもしれないですけど、僕の中でネットビジネスにおいて、まあ、ちょっと投資とかはまたちょっと別次元になっちゃうんですけど、ネットビジネスで稼ぐってなった場合、もう文章かトーク、もうこれしかないと僕は思ってるんですよ。文章かトーク。で、トークに関しては、 なんすかねもう言いますけど、あのーね、NHK をぶっ壊すみたいな、立花さんのトークがうまくなかったら、NHK 党なんかできましたできないですよ。ね、その大統領、まあ、オバマ大統領、イエス・チェンジみたいな、ね、イエス・キャンみたいな、なんだっけ、チェンジみたいなね、黒人初の大統領ですよ。で、黒人初の大統領になった大きな理由も演説がうまかった。 しない、台本が上手かったっていうところは多分すげえあると思うんですよね。オバマさんの。で、大衆を動かしたみたいな。もっと古い話すると、黒人の誰、すみません、名前これ忘れましたけど、なんかその差別をこうなくすみたいな運動ですごいなんか有名な人いると思うんですよ。で、それも演説じゃないですか。だからこの世の中の流れ見ても、今も政治家を決めるのに、未だにね、もういいんじゃないかな、もうね、YouTube でいいんじゃないかなと思うんですけど、どう、どうですかね、あの、 一票よろしくお願いしますみたいな、街頭演説してるじゃないですか。別にネットでいいんじゃないかなみたいな。でもそ、要はネット上で,でも言えるわけじゃないですか。だからや山本さん、だから僕、山本さんの話も聞くんですけど、超うまいんですよ。山本太郎さんですね。だから YouTube すげえ回ってるんですよ。話うまいから。うん。だから結局、人々は何,に何で票を入れるのか。トークですよね伝わ。どう伝わるのかっていう。どう伝えてるのかっていう。 だから、ここを極めたら、飯困んないよねって思ってるんですよ、僕は。だからやりきれるんですよ。絶対コピーと、絶対コピーライティングとトークに関しては、絶対これマスターすれば、飯一生食えるって思ってるんですね。うん。だからやりきれます。もう、もう、もう、なんですかね。もう、脊髄まで染み込ます、染み込んでます。この、この僕の今の考え方は。絶対っていう、絶対。 人々は何に影響されてるのか、どう動いてきてるのか。ね。その商品のキャッチコピー。世界、世界に一つだけ吸引力が落ちないダイソン。吸引力が落ちないただ一つの葬式ダイソンみたいなね。キャッチコピーじゃないですか。おお、なんか、すげえな、みたいなね。<laughs> なんかいろ、世の中にいろんなキャッチコピーあるし、まあその、ライティングですよね。で、あとトーク。 これは本当ね、僕、逆になんでやらん、すいませんね、なんでここを極めようと思う人が少ないのかなと思うんですよ。これやっとけば間違いないじゃないですか。だって、会社、まあ僕はもう会社勤めしてないですけども、会社のプレゼンとかで、めちゃめちゃすげえプレゼンできたら、絶対昇給する確率あるだろうし、まあプレゼンがあるような会社じゃなかったらあれですけど、ね、上司に対してその、すごいいいプレゼンができたりとか、会社に対していいプレゼンができたりとか、 もう絶対そ,のもうそれだけでもや、普通の会リアルの会社でも役に立ただろうし、うーん、だから話す、書く、このどっちかで伝える、これはもう、何やっても、だからジャパネット高田も僕好きなんですけど、ジャパネット高田も別に自社商品ってほぼないわけですよ、他社の商品を売りまくってるだけなんですけど、トークじゃないですか、だから世の中に商品たくさんあるわけですよね。 だから別にそれを自分のトークで売れればいいわけじゃないですか。てか、それで売れるんだったら、逆に言うと会社さんからすいません、売ってくれませんかと。お願いしますって来ますやん。だって会社は商品いっぱい売ってほしいわけじゃないですか。で、世の中に商品ってめちゃめちゃあるわけですから。めちゃめちゃ商品ありますよね。で、その商品のす、ほぼすべてが、てか全部ですよ。売ってほしいですよね。自社のサービス、自社の商品を売ってほしいですよね。売ってほしいですよね、みんな。じゃあ売れる人になったら、 それをうまく伝えるその商品やサービスをうまく伝えられる人になって売れる人になればもう何も困らなくないですか自分が商品作んなくても世の中からどん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 商品なんか新商品なんかいくらでも出てくるわけですから。もうだからもう無限の、無限なんですよ。無限のパワーなんです。これは。自分が寝てても遊んでても勝手に誰かが頑張って商品作ってます。世の中に新商品出ます。どうですか寝てても遊んでてもですよ。自分から。 今もね、アップルでね、開発してる人はいろんなちょっと新製品、アップル、iPhone5、iPhone15、開発してますよ。僕が、僕たちが寝てても遊んでても、開発してる人はしてるわけじゃないですか。うん。だそういうなんか、すべてのなんかいろんなことを考えると、これ最強だよね。絶対間違いないと。で僕は、脊髄まで染み込んでるんで、やりきるし、やりきれるんですよ。 でも多くの人は多分、そこまで脊髄まで染み込んでないと思うんですよね。どれだけトークが大事なのかあの、あった方がいいのかとかね、コピーが大事なのかっていうのが分かってないですよ。だからこれね、そう、ヨザワさんが言ってたんですけど、ね、これもまあ僕もネタですよね。ヨザワさんの Q&A で、ねな、なんかショート動画、あのなんか切り取りかな。 なんかそのブログアフリエイト稼げますかみたいな、今、今からブログアフリエイト稼げますかみたいなのを、ヨザさんに質問したんですよ。その質問者がね。で、ヨザさんがなんて答えたかっていうと、いや、そもそも、そのブログアフリエイトが稼げるとか稼げないとか、そういうところで見てるからダメなんじゃないですかみたいな。<laughs> いや、あの、どれだけ今までの歴史上文章で物を売ってきてるんですかみたいな。ね。 ブログが稼げるとか稼げないとか、そういう次元じゃなくて、そもそもどう、今までどれだけそのキャッチコピー、文章で人々に商品売ってるのかっていう、そういう視点で考えた場合、ブログが稼げないってことはありえるのかと。ね、文章は終わったいやいや、文章、世の中いっぱいあるやんと。ね、<laughs> 広告も文章じゃん。PPC 広告も文章じゃん。Facebook 広告とも全部文章、セールスレーター、ライティングじゃないですかみたいなね。 うん動画の台本も文章じゃないですかみたいなねそうだからそう面白かったですねだからやっぱ一般の人まあ僕はねもうああそうだよねっていう風に納得しながら聞けたけども一般の人はやっぱブログアフリートは稼げるんですかっていうその側面でしか見てないんですよねだからこっちの方が儲かるのかなあっちの方が儲かるのかなって多分ブレると思うんですよで僕がブれない理由ってもう絶対を決めてるんでその絶対はもう揺るぎないですよ でそれはもう世の中の流れ、今,のな今もそうです、事実です、まあ、これが政治家の決めるとか、そ,の、ね、それがなんかその、その人の、じゃあ、どういう国にしていきたいっていう話を一切聞かずに、票を入れるような仕組みで、そういうふうになってるんだったら、それはちょっと僕も考え直しますけど、もう間違いなく票を入れるときって、その政治家の人がどういう政策をするのかとか、どういうふうにしていきたいのかっていうのを伝えてるわけじゃないですか。 でそれを聞いて、あこの人だったらいいなと思って入れてるわけで、でそれで日本を作ってるわけじゃないですか、ね、そもそも。で、日本以外も、アメリカとかも全部そうだと思いますけど、うん、そもそも国ってどうできてるのみたいな考え方ですよね。トークやんと。トークで国できてるやんと。どうすか、だいあのね、あの岸田総理、岸田総理がどういうトークするかによって炎上するだろうし、<laughs> トップがどういうふうに言うかによって炎上するしね。<laughs> うん はい、だからまあどういうして物事で見るかによってやっぱ全然やっぱ変わってきちゃいますよねうんはい大丈夫でしょうかだいぶしゃべったんでまあまあいろいろバーって話しちゃったんでまあ何度も聞いていただいてまあテクニカル的なまあ要所は言ってると思うんで、えー、ちょっとそれを実践していただくとまあ体験にしてください体験にしないと本当ダだめなんでうんはいでは終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました